皆さん、こんにちは。沖大メディア研究会プレゼンツ、内縄回りの時間がやってまいりました。担当の日が和樹と、下茜です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、沖縄の市町村をめぐり、私たちがおすすめしたいところを紹介していきます。他にも、内縄口や沖縄あるあるも取り入れていますので、ぜひ聞いてください。番組に対するお問い合わせは、761- f m ザ o ッ a j p ファックス番号は098-934-8653メールアドレス 761-fmkoza.jp ファックス番号が098-934-8653までお願いしますはい、とのことなんですけど 実はですね私、昨日トミグスクの豊崎の方に行きまして、背中、はい、島と,あのとトミとの足びなをちょっと友人と巡ったんですよ、はいはい、で背中島かなあの、ライトアップとか結構されてて、結構綺麗ですよ、あと足びなもね夜、ライトアップされてて、お<ー>あのね足びなにねこのハート型のなんかイルミネーションがあって、そこでねこのカップルとかが写真撮ってるんですよね。<laughs> <laughs> んはったんですか私はそこでいえ嫉妬しながら見てましたこの時期に背中島とか行ったことないから全然わからないんだけど、はい、結構今ライトアップとかされてて特にホテルとかもあるし<ー>ホテルでご飯食べながらとかあと、うん、はそうだね海かじテラス背中島の<ー>向こうにこのクリスマスツリーがあるからそこで見たり。 自分、昨日ちょっとエステもしたんですよ、戸田義のほうで。結構、なんだろうな、はまってて、はまってて、この顔、フェイシャル、はまってて、自分、結構、中学校、高校の時かなり肌荒れてたんで、美意識高めたくても、無理だから、諦めてて、今ちょっと肌が落ちてきても、再び美意識高めようとして、エステ行って、1時間やってもらって。これ定期的にいや 行すごいすごい炭酸パックとかさくちゃパックとかいろいろやってもらって顔にねこう塗ってもらってしかも女性に塗ってもらうんですよへえ女性に女性にどうでした綺麗でした綺麗でしたよあらららあとはですねデコルテって言って肩とかこの脇の上とかこの背中の方もちょっと入るんですけど結構あれも気持ちよくて ちょっと調子乗って、なんだろう、強めにいって言ったら、がち痛くなって、がち、本気出してきて、でも痛いってようにも言えないし、強めにいって言ってるからには、ああ、はいはいはい。なんかちょっと顔で、ちょっと顔なんだろうな、やってる、ちょっとなんか振動させてる間に、ちょっとやってするんだけど、なんだろう、昨日ちょっとね充実したよ、イルミネーションも見て、リア充も見て、エステもして、帰ってきた。 それ面白いねエエスステテか自分30歳までこの肌保ちたいと思ってるからああ素晴らしいそうなのね行ったことありますエステエステはないですねただなんかパックとかは市販のなんですけどそれはやったことあるんですけどエステはまだないですねないですぜひやってみてくださいねはいやってみます で今ツイキャスでもねいろいろと来てて長門さんから福岡からキャス見てますってあちょっと今長門さんこの時間から予定があるって言ってたんだけど今ちょっと時間があるから見れるとのことででイルミネーション福岡も結構綺麗って言ってるよマジ結構ねなんかいろいろ俺に LINE で送ってくるんだけどさ長門さん沖縄よりすごそうだねうんすごいようん写真で見たくてやばいでリスさんが なんだ安心してください、い今も荒れてるぞ。こら言うな。荒れてないよね。荒れてないよ。うん。頑張って取り戻した美貌ですよ、リスさん。<laughs> はい。必死、必死。必死 <laughs> 肌が荒れると追加スも荒れる。こら髪型ね、それは問題や。問題 <laughs> うん、髪型問題ですね、私。で、長門さん、お姉疑惑です。そう。もうやめてお姉疑惑でいじるのやめてあの、ちょっと先週見た女装でお姉疑惑するのやめて。で、 おねえになるには毛深さが問題かなはい、これ確かにそうです。<laughs> そうですよね。まさしくそうですよ。はい、ちょっといろいろしょっぱな、いじられて楽しいんですけど、一旦ちょっと、ここで。こら美貌って、美しいに変貌の貌じゃなくて、備えを忘れるの美貌ってなんだ、リスさんちょっと。なんて、なんて。美貌の美貌がね、美しいに変貌の貌じゃなくて、うんうん、備えるの準備の美に忘れるの美貌な、わ、あ、はいはいはい。ちょっと、ひどいよ。 はい。では、一曲目いきますか。はい。行きます。マライア・キャリーで恋人たちのクリスマス。 はい、お届けしたのはマライア・キャリーで恋人たちのクリスマスでした、はい、じゃあですね、この番組、ね今年今日が最後の放送で,で、なんとね、偶然的にも、偶然な,なのかな、たまたまなのかな、同じか、<laughs> 意味一緒か、ちょうど今日の放送で沖縄本島を制覇したんですよ。はい、はいでねではい、今日紹介する場所が、よなば町で。 与那原町は沖縄本島南部にある町で、西原町、早原町、南城市と隣接している町です。方言では、ユナバルと発音するそうですで。沖縄本島で最も沖縄県で 2, 倍2番目に小さい町として、町ですね。で、戦前なんですけど、与那原町には沖縄県営鉄道、与那原線っていう、なんだろう、警備員って言ったらわかるかな戦前沖縄に鉄道があって、この、 沖縄ではこの線で警備員って言われてたんですけど、この警備員が通っていたんですよね。で、1945年の3月に廃止されて、まあ、沖縄戦で破壊され、今はちょっと残っていないんですよ。で、この与那原町内にこの警備員の与那原駅があったと言われています。またですね、与那原町には400年以上長い歴史を持つ、与那原大綱引き,引きっていうのがあって、8月に今年開催されています。 で、このヨナバル大綱引きはですね、なんと沖縄の三大綱引きの一つと言われているほど規模が大きいそうです。で、ヨナバル大綱引きはですね、この豊年と健康を願って行われる、行われて、西と東に分かれて対戦しました。あ、対戦するんですけど、で、このね、ツ、綱のサイズが結構大きくて、長さ90メートル、重さ5トン。相当だね。 で今年は西側が勝利しましたおめでとうございます <laughs> で今回はですねこのまあいろいろ文化とか歴史もある与那原町なんですけど沖縄そば屋さんと沖縄にしかないファストフード店で有名なジェフを紹介します<ー>まずはじゃあこの沖縄そば屋さんからいきますね 沖縄そば屋さんなんですけど、この夜なばる屋って言って。あ、あの、大通り沿いそう、三日急沿いの。ああ<ー>、うん、そうそうそう。ああ、はいはいはいもう。もちろん、この沖縄そば専門店なんですけど、私が行った時間ちょうど1時半なんですけど、それでもやっぱりお客さんがいっぱいいてですね。うん。多分12時前後だと、やっぱり、なんだかな、満員街とかもあるあの、お街とかもあるかな。で、このお店の特徴なんですけど、 蕎麦のスープがあっさり凝ってり選べるんですよ、うんうん、選べてまたですね、うん、麺も平麺か縮れ麺か選べてすい、ねはい、なんか自分好みのちょっとそばを食べれるっていうのかな<ー>、うん、麺好きな麺だったりちょっとどういうテイストの出汁が好きかなとか、うんうん、で私が食べた商品私が注文したのがですね軟骨ソーキそば 軟骨早期そばの縮れ麺のこってりだし、うん、私こってり大好きなんでっ、ねはい、こってり注文しましたでこのあっさりはこのメニュー見る限りこの普通の沖縄そばのだしきつね色の、うん、なんかこの淡いなんかね淡いっていうかなこのなんかきつね色したさ透き通った色じゃん,うん、うん、こってりはこの何だろう この豚骨ラーメンとかよくだしが白いじゃんはいはい結構ああいう感じの<ー>ああいうかんあれに似た色で<ん>いのスープなんですよでそう気がやっぱり本当に柔らかくて美味しかったですよおお<ー>、うん、すごい、はい、でねああとそうそうそうジューシーも頼んだんですよはいはいこのジューシーは沖縄の炊き込みご飯なんですけど うんうん、よもぎ、まあ、沖縄でフーチバーっていうんですけどフーチバー入っててはいでなんかねめっちゃ美味しかったこのジューシーがほ、うんとにそばとジューシー頼んだんだけど、うん、おっぱいっぱいなんだけど食べれるぐらい <laughs>、うん、へえほんとに美味しかったですよこれはこってりめとかじゃないうんもうジューシーはだし味決まってるからこのよなばる屋なんですけどまあそうきそば以外に面白いメニューがあってですね チキンそばっていってこのチキンカツが入ったそばとか、うん、あとはロースあ煮付けそばとか<ー>煮付け沖縄の煮付けこの人参とかいろいろあるじゃん豆腐とか昆布とかうん、うん、あれが入ったそばとかもあるしあとは浜そばっていってシーフードそばみたいな感じかな <laughs> うんえそんなのもあるわけ、うん海藻貝エビとかさすげえメニューがうん豊富ですね、うん、豊富豊富あとねちょっとうどんに似た野菜天ぷらそばっていって 普通天ぷらそばって言ったらあうどんでもないかこのんだろう日本そばみたいな感じのものああはい、はい、に日本そばの温,温かい温そばみたいなものに天ぷら乗っかってくるんだけどこれが沖縄そばバージョンうん、うんまあ、あとはこの沖縄では当たり前の沖縄そばもあるしとはうんでもて定食チキンカツ定食とかジューシーそばセットとか、まあ、定食もあったし もちろんお子様連れにはあやあの最高なお子様そばもあるしああ<ー>、うん、そうなのいいですねあとはカレーとかもあったなカレーうんカレーそばとかあったよすごい何でもあるじゃんランタンそばとかカレーライスチキンカレーとかへえ<ー>でねこのメニューにもいろいろ書かれててあっさり味は、うん、カツオ味が生きていますあっさりしたヘルシーな味がとても素敵ですってうん,うんでこってりはこの スープこうじっくりつく、時間かけて作ったコクのあるスープですって。ああ<ー>。うん。いいでしょう。食べたいですね。はい、もう。食べたい。ねもしまた学校に行く用事があったら、<ー>ちょっと立ち寄ってください。行く行く。329、左に曲がれば。あるんで。ですよね。うん。自分、学校行くとき、329から行ってたので、一応、はい、気になって、気になって、 行っていたお店ではあったんですけど、はい、行ったことなくて行ってみます、はい、学校行く時行ってみてください、はい、ね値段もねまたまあ並盛りとか大盛りとか半そばとかもあるんだけどあすごいなんか本当に自分好みでね、うん、なんオーダーできるので、ね、オーダーできる一応ほに1,000円あれば単品とか定食も一人前だったら本当に1,000円あれば食べれるんでうん,うん 本当にリーズナブルで美味しいので、本当にぜひ行ってほしいですね。はい、行、はい、きます。どうしましたえっとですね、あとこのお店なんですけど、結構お店も、きれなんか、なんだろうな、沖縄の海岸の絵海の絵とか、海中のサンゴの写真とか、まあ、生き物の写真とかも飾られてるし、あと桜桜。うん はいはい、の写真もあったし何よりもねここの店員さんがめっちゃ優しくてさ自分入ったとき席が結構いっぱいだったから入り口のすぐそばに座ってたわけさ、うん、ドアが開くたびにこの寒い風が入ってくるわけそしたらこの注文取りに来たときにこの店員さんが「<laughs> あん寒くないねだあ,こあったかい,こ,いこっち移動しなさい」って言って「だこんな若い人風邪ひかせたら大変,大変さね」って <laughs>、うん、そうなんだ、うん めっちゃすごくなんか本当に気遣いもよくてめっちゃ忙しいめっちゃ忙しくてバタバタしてるのにあそんな中でそんな中であいいですねあとはこの会計する時もめちゃくちゃ丁寧でこの深々と一礼してくれるんでねすごいこれ行かなきゃだねはい行ってみてくださいではじゃあ詳細情報ですね はい、お願いします,います。住所が沖縄県島尻郡与那原町与那原1040。で、営業時間が11時から22時で、旧本正月が定休日です。で、電話番号が098-945-8958。で、駐車場もありますので、ぜひね、皆さん、与那原屋いらしてください。 では、一旦二曲目いきますか。はい、二、はい、曲目の案内どうぞ。とエグザイルで道。はい。 お届けしたのはエグザイルで道でしたはいではですねまた与那原町ねもう一ついきます最初言った通りこの与那原町はですねこの沖縄にしかないファストフード店ジェフの本社があるんですよはいはい、はい、でこのちょっとジェフもこの与那原屋行った後に行ったんですようんで,で<は>今回2軒<件>2軒すげえなんかうんもうジェフではこうデ,デザート食べに<ー>行きましたはいちょっとジェフのまあ今 から言うのでまあいろいろ聞いてくださいはい、はい、お願いします、はい、このジェフはですねこのゴーヤー入りオムレツを挟んだゴーヤーバーガーああゴーヤーバーガーなんか聞いたことあるよく言うよね CM でもああ CM か、うん、このヌーヤルバーガーゴーヤーバーガーって言うじゃんえラジオで聞かない聞かないか一応そんな音は聞いたことあるあるよね、うん、でこの今言ったのゴーヤーバーガー今説明してこのヌーヤルバーガーなんですけど、うん、ヌーヤルバーガーはですねちょっと あまりにもシンプルすぎてちょっと笑いが出るんですけど、笑いが出るっていうか、ちょっと思わ、はいね、か,かちょっと笑いたくなるわ、なんだろうな、ちょっと、あははみたいになるんですけど、ははゴーヤーバーガー、ちょっと別にデ,ディスってるわけじゃないですよ、はい、ジェフもディスってるわけじゃないですよ、ゴーヤーバーガーにポークランチョンミートを追加したのが、ルヌーヤルバーガーみたいですね、はいはい。ポークわかるよね、ポークランチョンミートのポーク、あれ入れたらルヌーヤルバーガーになるみたいで、あそうです <laughs> これがねこのジェフのイチオシの商品でもあるんですよ。夏はですね限定でゴーヤージュースも、はい、販売しているそうです。ゴーーヤジュース確かねリンゴで終わってた気がするんだよ、リンゴジュースか何かで。えー、それでも苦かった。あ挑戦したんだ。うん、<ー>苦かったっていうかもう健康な味かな、ちょっと苦かったっていうイメージあるかに、健康な味 健康同じなんだけど実、実際ちょっとね、リンゴの成分も入ってより健康だよ、みたいな。ああ<ー>。<laughs> 面白い。はい、で、このヌーヤルバーガーって、このなんだろう、方言としても存在しているみたいで。うん、訳すると、何やっているんだ、みたいな意味になるそうです。ほ<は>あんた何やってるんだ、みたいな。ヌーヤルバーガーうん。関西弁とかで言うと、何やっとんねん、みたいな。ああ<ー>。うん。へ <laughs> えー、ええー、そんな意味があるわけみたいですね。 <で>な,んかなんかゴリガレッジセールの、うん、あれわかる <laughs> あれって誰よあれ何、えー、だったっけこのヌー何だったかなヌー,ヌーやらバーガーハンバーガー二平デービルボディービルみたいな <laughs> ゴリだったっけゴリじゃなかった <laughs> でもゴリっぽいよね俺もちょっとそこ置いてるんだけどだガレッジセールがやってるような気がしたんだけどはい へーうん、知らん知らないですねガレッジセールあでもゴリがねこのチュラさんで、ね、ゴーヤーマン作ってたの分かる分からな,ないか, <laughs> かないえチュラさんにゴーヤーマンなかったっけあのゴーヤーのなんかマント着てさ <laughs> <あ>ヘルメットかぶって覚えてる、はい、なんかなんか、はあ、チュラさんでブレイクしたねこのあれチュラさんでうん、うん、ちょっと話ずれて戻すねジェフに、はい、でこの なんだろうヌーヤルバーガーとかゴーヤーバーガーって他にはないじゃん,うん、うん、まあ全国的というか、まあ、世界的にはマックとかと比べるとやっぱりないじゃん結構はい、はい、モスとマックとかでも沖縄エンダーあるけどエンダーにもそれないじゃんうん、うん、でなんだろうこのヌーヤルバーガーもうなんだろう最初聞くとこの面白いっていうかさなんか なんかちょっとここ耳を傾けたくなるよねああ確かにそうですね、うん、で自分が、まあ、今回ちょっとそばも食べたあとでバーガーはちょっと食べれなかったんで今回ちょっとジェフのデザートに挑戦してみたんですようんうんまあデザート食べてこのデザートがですねこのオレンジスラッシュって言ってオレンジスラッシュうんなんだろうカルピスソーダのシャーベットなのかなあれ オレンジジュースをちょっと加えた感じのはい、はい、オレンジジュースも結構エンダーのオレンジジュースに近いような結構甘かったへえーうん、そうなんだでねこのジェフってうんなんかすごいよ何があのあるものがあると5%割引ができてあるものはいであの何だろう免許取って1年間無事故無違反だと SD カードが届くじゃんお 持ってる持ってない。持ってない。届いたっけ届く,届くよ、届くよ。SD カードとかあったら、これを見せると5%引きで買い物ができるわけさ。マジうん。で、ちょっとあの、1年間以内にちょっと違反しちゃったとかいう人とかいる,いるじゃん。うん、こういう人たちは、この T カードがあれば割引ができるそうです。へ<ー>うん。はい。あとはね、 何だろう待たずに受け入れて便利とかで電話注文とかもやっているそうで<ー>はいあとはこのスペシャルチキンバーガー期間限定で今やっているそうですで今回ちょっとバーガーとか食べれなかったんで次挑戦してみたいなと思っていますね <laughs> ジェフ <laughs> 次あジェフは何店舗かあるの ?3 か4だよは一応そんなあるんだあるよあるよでもねやっぱ南部かなメインはあ<ー>うん やっ,やっぱりなんだろう。なんでしょう。うん、なんだろうな。ジェフ、<laughs> そうだね。やっぱりジェフ行くんだったら、ジェフおすすめの、まあ、ヌーヤルバーガー、ゴヤバーガー。食べてみるのも、一番食べてみるのが、はい、よしです。で、デザートとかもね、スラッシュとかいろいろあるんで、ね、この、ドライブがてらにちょっと甘いものが欲しいと思った時も、 はい、ぜひ立ち寄ってください、ジェフヨナバル店。まあ、はい、県内にもいろいろ店舗ありますのでね、近くに、うん、トミングスクとかにもあるので、はいあ、あと、クリスマスチキンの予約も受け付けているそうです。おクリスマスチキン。うん、へえ<ー>。はいはいはい。で、詳細情報いきます。はい、お願いします。で、ね、沖縄県島尻郡ヨナバル町、あざ上ヨナバルの467。 098945-3501で駐車場あが結構広いですね駐車場のありで<え>24時間営業の年中無休です24時間うん営業なのではあ、はあはい、ぜひねこの仕事遅く終わっても寄れるし朝仕事早くても行けるしいつでも行けるのでね皆さんはい 行ってみてください。はい、以上ヨナバル町のレポートでした。はい、三曲目いきますか。はい。バックストリートボーイズでエブリバディ。 うちの甘い日がかずきと、島あかねが生放送でお送りしています。はい、ここでお知らせです。コザ Wi-Fi サービスエリアについてのご案内です。沖縄市ではどなたでも無料でご利用いただけるフリー Wi-Fi を展開しています。沖縄市の主な観光スポットでインターネットをサクサク使えます。コザ Wi-Fi のスポットは次のようになっています。 コザ商店街エリア沖縄子供の国コザ運動公園陸上競技場スタンド席プラザハウス沖縄市漁業協同組合パヤオ直売所 JA 沖縄中部ファーマーズマーケットチャンプル市場ミュージックタウン音市場市民小劇場アシビナー東南植物楽園 沖縄市民会館、コザ運動公園内、沖縄市体育館、沖縄市庁舎1階2階、沖縄市に遊びに来た際には、ぜひコザ Wi-Fi を使って沖縄市を遊び尽くしてください。詳細は、沖縄市観光ポータルサイト、コザ Web にアクセスして、コザ Wi-Fi をつ、んコザ Wi-Fi についてをお読みください。はい、以上、コザ Wi-Fi のコーナーでした。今ね、なんだろう。 古代以外にもいろいろ w i f i スポットがどん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 ん出てきてるじゃん、はい、今だなとホテルとかも結構 w i f i 整備されてるしそうですねうんあとはなんだアシビナとかのとと豊崎のアシビナこのショッピングセンターもフリー w i f i とかいろいろあってあもう全体的に、うん、この多分アシビナ時代かなこの豊崎の<ー>、うん、多分そこを出るとまあないかな結構ね本当に だんだんと、なんだろう、Wi-Fi が整備されていっているのでね、こう、まあ、いろいろなエリアに行って Wi-Fi あると便利ですよね。はい。はい。ってな感じで、ちょっと Wi-Fi について語りました。ね、観光客とかも、ね、携帯自分の国以外では使えなかったりしたら、うん、あれですもんね。<局> Wi-Fi があったら、うん。あったら便利だし。ね。うん。まあ、あとは、<え>なんで今。<laughs> 通信,ん通信料の節約にもなるしね、うちらとしても、はい。私も結構いろんなところで w i f i つなげまくってますからね。あ、そうなんだ。うん、俺もあんまあ、通信料、何話してるの w i f i のトーク終わって、はい、次,が次のコーナーいきますか。はい、いきましょう。はい、内口講座です、はい、今日の内ち口がですね、ゆんたく。 でユンタカおしゃべりな人です、はい、で身近なユンタカーの話ユンタカーのせいで仕事が終わらないとか <laughs>、うん、えもしかして俺たちユンタカーなどいろいろこのユンタクユンタカーなどエピソードあると思うのですが。 はいはい、まずはこのエピソードの前に私たちが劇をしてちょっとえ、うん、ね劇 <laughs> 劇というかまあいつもやってるようにちょっとした劇をやってみます、はい、じゃあ俺が最初やるねえああかねがやるあんはじはい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  バイト終わったらどうするあてか来週クリスマスさ。イルミネーション見に行きたいな。どこが綺麗かな子供の国東南植物楽園かもな。ええ、ユンタカや順にユンタクしないで手動かせて店長、クリスマス休み欲しいです。お前話聞いていたか <laughs> ね、結構やっぱ身近にいますね暇になると結構話してる人とかうんうんうん <laughs> ね<え>はい比嘉君もねはいなんかそんな感じじゃないそうね私結構あれです本当にスピーカーです私 <laughs> スピーカー <laughs>、うん、マジで私が黙るときって言ったら寝てるときぐらいかなへえーうん、でもこれいいですよねゆんたく ゆんたかってねうんいいですよいいですよ俺ひどいよ独り言も結構言ってるよ一人の時えっ独り言も言ってるよそれはちょっとマジ独り言とか思い出し笑いとかよくやってる俺マジでうんとはまあ思い出し笑い、うん、変態じゃんねえ <laughs> よくね長門さんといろいろ面白い話してるんですよはいはいはいで <laughs> 一人になると長門さんの話思い出すんですよね それでよく一人で笑ってるという。ああ、そうなの。うん。<laughs> でも変だはずで、ね。変だよ、絶対。運転サングラスして、迷惑してさ、うん、一人で笑ってるんだよ。<ー>車の中で。へえ。ー。他から見たらね。うん。頭おかしい人って思われるよね。うん。まぁ、あ、てな感じで、私、ユンタカに加えて結構ヘラヘラもしてるので。 <laughs> あんまりそのシーンは見かけられたくないですね <laughs> はい、はい、見たくないです <laughs>、うん、見せないです見せたくないです <laughs> はい、はい、以上「うちなうちコーナー」でしたはい4曲目どうぞはい「結名詞で親父のメール」 はい。うちの甘い、ひがかずきと、しあかねが、お送りしています。はい。続いてのコーナーはこちら、沖縄あるあるです。はい、はい。今日の沖縄あるあるはですね、国際通りでは買い物をしない、ですね。はい。でも言われてみたらそうだね。国際通りって、本当に店入って、ちらほら見て、買えるよね。うん、特に買わないよね。買いませんね。うん、本当に一回思い出っていうかなんか記念で歩く程度で。うん、確かに。はい それはあります、はい、まあちょっとアイスとか買ったりするぐらいだよね<ー>アイスクリーム屋さんとか行って、はい、で結構県外の人とかねよく海外の観光客とかよくね国際料理で買い物とかしてるじゃん,なんか沖縄のなんだサンゴのなんかサンゴとか青いなんかなんてあれパワーあのなんだよこれあれ手に巻くやつ手に巻くやつブレスレットじゃなくて何ブレスレットっていうか,なんか石みたいなそう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  ジュズそんな感じなんだよねよくや買ったりとかしてるよねはい、はいまあ、沖縄だとあの辺に青系のものがねいろいろ売ってるんだよねうん,、うんうんうん、でも沖縄の人って国際通りじゃなくて国際通りじゃなくてこの新都心とかでよく買い物するって言ってたああ<ー>か本にも載ってるあ,あそうなんだ、うん、新都心か、うん、おもろ町ちょっと国際通りのから本当に上に上がった方向にね新都心って あるんだけどそこにで買い物してます沖縄人はでこの国際通り結構ねあっちもねもうまたカップルの話になるさカップルが多いんだよねあっちもね <laughs> 確かにそうですよね、はいうん、あっち行ったらよく俺クイックリー行くな国際通り行ったらへえ<ー>、うん、シェイク飲みながらシェイク片手に歩くあシェイクってあるのうんなんかシャーベットみたいなやつよ<ー>あれめっちゃ好き行ったことない本当に 観光客は向こうでお土産買うんだけど地元の人って向こうで飲食物買うんだよねうんそうですね、うん、結構あとは何だろう中ちょっと中に入ると高設市場とかあるじゃんそこに、うん、そこもそうだねあまり、まあ、食べる、まあ、そこはいろんな人が食べてるけど確かに本で見たんだけどこの沖縄あるあるの国際鳥りで買い物しないやっぱり本当なんだね言われてみたら、うん、ああそうですね向こうで 売っってるるるもも他の店買買ええちゃ買えるから、ね、<laughs> まあまあ、はい、でまた中野町の和樹さんからね「全身の音ゼミが20年の2014年の1月に始まったんでしたっけいつの間に2年経ちましたすごいね」ってああはいそう、ね、じゃあ来年最初の放送でちょうど2周年か丸2周年だね、うん、うんうんうんへえ<あ>なるほどなるほど 結構歴史もなんかね出てきましたね <laughs> <laughs> はいはいまあ以上「沖縄あるある」でしたはい、はい、ではですねエンディングです入っていきます、はい、実はですね私今日でこの番組卒業しますはいはい ちょううどねもう大学卒業でもう卒業に向けて準備するのでここでちょっと霧のよく今年で卒業して、うん、そうですねフランチェスカ・ルッキニさんが行ってくるんですからも追加してあるんですけどたぶ、うん多分自分が抜けて1か月ぐらいしてからシナちゃん戻ってくるんだよねでその予定ですけどその予定みたいですねでリスさんがおめでとう卒論ってそう <laughs> <laughs> <は>なん卒論か 現実なんかリスさん今日はなんか現実的なものばっかり言ってきてますよね <laughs> 今ちょっと気持ちがたぶってたんですけど卒論で見て一瞬,一瞬でちょっとゾクッてした <laughs> 急すぎるだろって <laughs> あそっか仲あっち野和樹さんにも言ってなかったや自分ずっとだからもう若年にしか12月で抜けるって意識しか言ってなくてでもなんか局の人にもしていってなかったみたいで先週ね発表したから、うん、えっってなったんだよね <laughs> そうそうそう そうです。私卒業ですね。はい。で、また来週、まあ、で、そうそうそう。お知らせがいっぱいあるんだよ。うちの甘い自体は、今年の放送はこれが最後です。で、来週はお休みで、1月3日もお休みで、1月10日からまた番組開始します。はい。で、1月3日はどうなるんだろう。あ、待ってた、10日はどうなるんだろう。あかねの一人ラジオか。はい。はい。 その予定でいきますはいはい、なのでね、皆さん、いろいろとコメントとかいろいろいじったりね、言ってくれてありがとうございました。自分はもう本当にここ卒業するんですけど、まあ、ツイッターとかで顔映ったりしてるから、どこかであったら声かけてください。では、そして、あかも本当に1年間させてくれてありがとうございました。本本当当にに助かかりましたた、はい、就活や何やらで本当に迷惑かけたけど <laughs> 無事アカネのおかげで行きたい会社にからも内定取れたので本当にそれはもう感謝しています、はい、はい。あとは自分がいいなくなって少ししたらしなちゃん戻ってくるので二人でまた頑張ってこの番組よりパワーアップさせてくださいはい頑張りますはい今日はこの辺で失礼します皆さん本当にありがとうございましたお疲れ様です <laughs> 終わり